始まりました、真夜中の裏騒ぎ、略して真夜裏。ですね、番組本編で使われなかったボツネタなどを、ここで発表しつつ、はい、ちょっと文句を言いつつですね、はい、番組の素晴らしさをアピールしていくという番組でございます。はい、原さん文句いっぱいあるもんね。ないですよ、全然。もうこの番組が一番好きですから、もう世界の中で。もういや、もうちょっと雑談もうそれ以上言わないで。それでは行きましょう。はい、ということで、さあ4月3週目のテーマはですね、はい、男性に言われてみたい一言ということで、ゲストがイケメンね、矢上蓮さん。ちょっと本当今日来てよかった。本当ずるかった。本当来てよかった。本当よかった。私本当に言いたいことがあるんですよ。えイケメンが来るとき一回も私いないんですよ。そうそうなんだ。え、前のは誰だった？イケメン韓国の方。そう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 。なんでいいじゃないですか。触るぐらいいいじゃないですか。すごい。そう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 。そう。そっか、立ってないんだ。立ってないんですよ。そっか。いや、羨ましかった。で、シチュエーションでやってもらったりしてね。うん、そうそう、まさか本当にやってくれると思わなかったから、ね、もう採用されても本当なんかお得だった。今日なんかすげえがっついてなかった。ちょうどね、この時間なかなかないから。ちょっとだってこれ後ろからこんなこと、後ろからハグされちゃって、うん、見てない方は衝撃ですよ。普通なんかね、こうシチュエーションっていうんで会話だけなんですけど、くぼみちょっと後ろから抱きついてもらっていいですかみたいなこと言い出して。そう、そうなんです。もうなんかそこにいたから、うん、匂いとか買うかなと思って。もうバレない。そう、もうどんな匂いした？え、なんかね、ふんわりしてたよね。柑橘系の匂いが。他にも何かやってもらってたもんね。うん、声が良かったです。声良かった。やってもらったもんね。はい、いいな。しかもこっちが求めたのの 200% でやってくれるんですよ。なるほど。アドリブがね、なんかすごい、なんかやっぱさすがでした。かっこいいと思いますね。さあ、男性に言われてみたい一言、本編で言えなかったけど、こんなアンケート書いたよっていうのがある人いますか？じゃあ、藤田ちゃん行きますか。そう、言われてみたい一言は、うん、お前の DNA が欲しい。セクシー。嬉しい。嬉しい。DNA が欲しい。DNA だけ。そうそう、なんか一緒をなんかこう言われたりしたら、結婚してっていうストレートじゃなくて、なんか結構ね、遠回しで分かる。ううプロポーズに言われたいみたいな。そうで、でも DNA だけでいいんすかみたいな感じになんない？いやー、そう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 。なんかこう、いや、お前との子が欲しいって言ってくれてるみたいで嬉しいくないですか？言われてみたいなって、うん、そう、なんか自分の内面も含めて、うん、なんか好きでいてくれてるんだって思うと、言われてみたいなって書いちゃいました。そういう妄想普段、お前そうしてで勝手に曲作ってあ発散して。結構妄想で曲作ったりするの？自分の実体験、実体験をなんかこう持ったりして。なんか結構なんかね、うん、なんかこう嫌な思い出だったのも美化しちゃって、綺麗な出来事にしたくなるから、うん、それを。すごい。伊達志摩もそうやって作ってるの？伊達志摩も妄想することもあるんですけど、うん、あの悲しかった出来事を余計悲しくして書くこともあります。え？あーなんかそこまでひどい男じゃなかっただろうと思うけど、ああの余計にあの書いてるうちにどんどん、いや、あいつこんなこともあったな、こんなこともあったなどんどん腹立ってきて、うん、最終的にもうすごいエグい曲になってます。そういう曲があるの？そういう曲があります。でもなんか一回歌ってるの見たけど、うんうん、なんかミルクティーみたいな感じだったよね。 あれはね、妄想の曲で、うん、あのこういうとこでやるのエグい曲やってもね、聞きたくないっしょみんなって感じなんで。いや、聞きたい。ライブハウスとかで聞きたい。うん、じゃあ今度なんか生ライブの持ってきますわ。ぜひね、歌ってほしいですね。はい、ぜひ。なんかあのジャカオのコーナーで2人で対決したりね。うん、あれやったね。よかった。嬉しい。よかった。それに比べ三振ひどかった。三振。
2年生からずっとやってるんですよ。嘘でしょ。ずっと練習してるんですか。で、あの弾いてずっと練習してたんですよ。もともと特技がなくて、特技作ろうと思って、私小学6年生ぐらいから芸能界入ってて、でとりあえずないからなんかやろうと思って三振やり始めたんですけど、めっちゃかっこいいと思う、なんか、あれ、あの3ヶ月ぐらいでもう10曲ぐらい弾けるようになるっていう。割と誰に、そうなんですよ、簡単にというか入りやすいなんですけど、あんな感じに。すごいかったもんね。ちょっと見てない方、本当見てほしいんですよ。ひどかったもんね。爪が長いから弾けなかったとかじゃないの。爪のせいじゃないと。指のなんかつけてたじゃん。うん、でもあのこっちで押さえてる方がちょっと。あ、そういうこと？爪が。爪のせいですね、これ。音と音がね、なんか全然違ったよ、大きいの。あとね、三振もそうなんだけど、歌もひどかった。ひどかった。谷さんね、あの私と楽屋で隣同士だったんですよ、うん、で私一緒にね目薬さしたいから一緒に戻っていた時に、うん、もう三振ですよみたいになって、うん、これから今行くみたいな状況で、うん、すごいね、あの楽屋とかなら本当は自信ないんですよとか言ってもいいじゃないですか。確かに確かに、楽屋から自信満々でしたから楽屋から私期待度マックスですからやれるだろうなんか似合ってるしね、三振似合ってるし、めっちゃかっこいいなみたいな。だって結構お値段もするでしょ。そうですね、あれも何十、それで買って披露したあの出来は何点ぐらいなの、はい、あれは、練習 した中で多分3番目ぐらいにはちゃんとできた感じ。やらない方がいいですね、もう怖いこと言わないでください。こんなに何でもやってくれる。確かに向いてないですかね。特技に三振って書いてありますから、ね、見た目だけは合ってたけどね、その三振と。さあ他にありますか、うん、男性に言われてみたい一言、うん、おじゃあリノちゃん、言われてみたいっていうやつを多分私されたいことと勘違いして書いたんですけど、言われながらされたいことがあって、あいいねいいね、なんか普段かお疲れ様みたいな、あーいい、頭ポンポンされながらそういうちょっと癒し系の言葉を言ってほしいっていうのもありますね。まあベターな話ですから次に行きます。ベターね、こうやって言われてしまいますので言えましょう。言われてみたいと思います。私も行くじゃん、はいはい、私プロポーズされる時の夢があって、わかる、女の子もね最初の夢が、うん、一緒にお菓子の家を作ろうって言われたいんですよ。夢言ってたらちょっとやばい人だよ。やばくない、全然やばくない。私ちっちゃい時から、うん、お菓子の家にすごい憧れてて、なんか売ってるじゃないですか、ちっちゃいお菓子の家を作るようなキットみたいな、ああいうのもすごい憧れてて、でもやっぱりこんなのじゃ私の夢は違うと思って、夢はでっかくってなった時に一人ででっかいあのお菓子の家を作るのは悲しすぎるから、将来の素敵な旦那様と一緒に一からレンガのパンとかで組み立てて作って一緒に食べて一日ぐらいそこに住みたいなと思ってます。腐っちゃう絶対。いや、虫来るよ虫。蜂来ちゃうよ。蜂来るよ。蜂来る。また蜂来る。蜂来る。蜂来ちゃう。蜂が入った話。現実的じゃダメです。そこはもう夢を見てます私。それはあらかじめ言っとくの。私こういうのが夢なんだって。あ、そう。あらかじめそういうお菓子好きなのとかいろいろ言っといて、うん、そこに乗っかってくれるような同じぐらいのノリの人と付き合いたいですね。なかなかいるんですかね。いる？なかなかね、過去どうでした？過去に、うん、あでも同じレベルの男はいるんですけど、同じレベル？男って言うんだよ。結構上からね。でも同じレベルの男だったら結構やばいよ。やばい。そうなの？やばいでしょどう考えても。昔の家。でもやっぱりお菓子の家はまだ言われてないよね。やっぱ言われたい。言われたいですね。私も彼氏とイチャイチャとかするの？もうイチャイチャ。なんかそうです、どんな風に見えます私？全くなんかもう想像ができない。デレデレしてそう。してそう？いやわかんない、してそう、なんかいじられてそう彼氏に、うん、でも確かにいじられたりもするし、うん、一緒になんかいじいじするし、やだ
だー、イテイチとかで変な表現だった、変な表現になりました、結果に。ね、確かに、うんうん、あ、本当に、うん、なんか嬉しいな、私のことみんな考えてくれて、いや、全くでもない、そんなことないから褒めてはないポジティブだな。そして4週目ですが、はい、テーマが人生最大のピンチというテーマでですね、うんうん、ゲストがビッグスモールンのお二人、3回目の登場だったんですけど、うん、はい、ビッグスモールンさんのピンチの話がすごすごかった、うん、ね、あれは放送されるのかなっていうレベルの最後だ、ね、すごかったですよね、びっくりした、犬に侵される話びっくりした、チロさんがね衝撃でしたけど、ね、面白かった、痴漢されるね、うん、男の人にお尻触られたって言ってましたけど、衝撃でしたからね、確かにそれは大ピンチ、はい、他に、言いたかったけど言えなかったっていうのがある人いますか、お、いいですね、じゃあ、佐野ちゃん、はい、私は、うん、あの高校生の時に普通にあの帰宅してたんですけど、うんうんうん、なんかボケーと歩いてるんですよ、いつも、あ、そんな感じで、なんか普通にマンションで帰ってて歩いてたら、うん、なんか後ろに男の人がいるなと思ってたんですよ、うん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 、で、あの男の人はどこに行ったんやろなと思いながら歩いてて、うんうん、あのドアの前で、うんうん、ガチャって鍵を開けようと思ってカバン探してて、うん、どこ行ったんやろなと思って後ろ向いたら座ってこうやって、うわ、それこうやって、そんなおもむろに、え、スカートの中を、そうです、そうです、こうやってで、怖っと思って、でも そこまで気づいてない自分も怖いと思って、いいと思って、ちょっとこうやって睨んだら逃げていったんですけど、やだー、危なかったね、気をつけて、谷さんとかね、絶対痴漢とかなさそうですもんね、そうなんですけど、私この間されたんですよ、この間されて、私全然あのもういきなりやったんで、うん、えと思って、そんなにキャーとかじゃなくて、えだね、なんか私も全然、え、怖いとかなくて、うん、え、何してんのと思ってなんかあのみたいな、あ、触られた、電車で、満員電車だったんで、でも私、何、電車の中で思いっきりお尻こんな風に触られたんですよ、でその手がショルダーバッグつけてたんで、何回でも開けれて、ショルダーバッグに引っかかってずっと取れなくて、お尻の部分がまとわりついて、私もどうしようってなるんですか、でも私結構強いんですよ、意外に、だからこの手取って、お前ふざけんじゃねえよこらってなって、でも最終電車だったんで、家に帰れなくなると思ってそのまま逃しちゃったんだけど、あ、逃したんだ、そう、でもね、私も結構言うんですよ、言えるタイプ、言えるタイプですね、ダメですよ、しちゃ犯罪ですからね、うん、女性は怖がってますからね、本当怖いよね、これ本当にトラウマになるよね、なるなる、電車乗れなくなったりするよね、怖くて、怖いですね、うん、さあ他にピンチの、人生最大のピンチありますか、ピンチ、じゃあ小町よちゃん、はい、私あの金縛りにあったことがあって、高校生の時なんですけど、うん、寝てたら、うん、本当にあれって体動かなくなっちゃって、でなんかこう目は開くんですけど、うん、なんか見えたらどうしようと思って、すごく怖くて、いるって言うんで、だからもう全身動かなくて、うん、汗もダラダラなんですけど、目つぶって溶けろ溶けろってずっと言いながら、うん、ずっとそのままの状態でした、怖いこと、落ちないです、すいません、これで終わりピンチ、はい、それがもう悲しみが人生最大のピンチ、遠近に過ごしてる、とんでもないことになってました。私この間エロい金縛りにあって、あの金縛り一回もなったことなかったんですけど、うん、あのファッてこう気がついたら体が動かなくて、うん、で目も開かなくて、うん、でなんか胸を揉まれてる感覚がして、何それ、めっちゃしだかれてるんですよ、そうだよね、す
ごいし抱かれてるんですけど動けないし目も開けないしでなんだこれなんだこれっていう金縛り、うん、エロい夢見てるだけじゃん。すごい本当ですよ。本当だよ。願望願望願望で欲求不満じゃない目も開かなかったパターンだ。そうなんですよ、ないかな。胸もまれ初めて聞いた。ここにすごい人の感覚があって怖くて怖くて、怖い。セクシーな。初めて聞いた。不満だということですね、花の。違います。違います。やめてください。他にありますか、人生最大のピンチ。はい。じゃあ藤田ちゃん。私あの路上ライブとかをしてて、うんうんうん、であの時々あのダメですよって言って住所を書いてそこを反省しましたみたいなやり取りがおまりさんとあるんですけど、そういう時になんかそのまま終わってて普通にこう過ごしてたら風邪ひいた時があってツイッターにあー体調を崩してしまったってつぶやいて次の日そしたらなんか段ボールになんかおかゆだなんかいっぱい入ったものが送られてきたんですよ、うん、家に。で誰からお家自分のお家にツイッターでつぶやいた後につぶやいた後にそしたらなんかこうダイレクトメッセージみたいなツイッターの、うん、にそろそろ届いたかな、ファンの人から、ファンの人からなんで住所知ってんの。その住所を書いたやつを路上ライブで書いたやつを遠くから写真撮ってたみたいな。で私気づかなくてそれで知ったっていうのを言われて、いやいやいや嬉しくないですし、なんでそんなことするんですかって思って、ちょうどその時私が住んでた大家さんもなんかストーカー気味で、私大家さんがやばいじゃん、よく私が出したゴミを全部確認したりしてたんです。やばいやばい。でもいろいろ重なったからもうこれ引っ越すしかないなって思って、もうその時引っ越す家が決まるまでってすごいピンチじゃないですか。毎日怖いし、でその時あもうこれやばいって毎日ビクビクしながら家帰ってました。でもエナちゃんも襲われそうだもん、なんかふんわりしてるから狙われやすい。優しいしちょっと笑顔ブリブリって引っ張っちゃうから勘違いされちゃうんじゃない。サノちゃんみたいななんかこう、うん、似たようなエピソードいっぱいありそうだなって思って後ろで聞いてる感じ。女の子は一人暮らし怖いですよね。一人暮らし怖い。大家、ね、さんとかだったら監視カメラとかもつけちゃう。やばいやばいやばい。大家さんってなっちゃうとどうしようもないもん ね、 ね、うん、私がこう大きな荷物をちゃんとシールペタで貼って捨ててたら、うん、あれ大事なものだったんじゃないんですかって、なんかチラシみたいな紙が手紙みたいな、大家よりみたいな、いや交換じゃん、捨てさせてくださいみたいなブログとかもチェックしてて、もう怖いって思う、ファンじゃん、すごい、フルネームで言わなきゃ、ね、そうですよね、フルネームで活動してると怖いなって思う。そっかそっか、本名そうですね、本名って、本名いやーマジ怖い、ねえ、想像以上のピンチだった女性は公家が多いんだね。あとエナちゃんは このコーナーでさ結構すごいのぶっこんでくるよね前にねなんか、うん、その暗い話とかもすごいぶっこんでくるいいのそれここでみたいなすごいの持ってる。そうそう、真夜裏で結構いっぱい喋らせていただいてます、うん、すごいそうだ喋ってくれてる、すいません、さすが持ってますね、はい、ありがとうございます。さすが1位です。お、そうですよね、ありがとうございます、ね、そっか、最多ですか、最多、あ、そうかもしれない、4回、最後ずっと出てるけど、はい、1位は2回だけですけど、あ、でも2回撮ってるんだよね、はい、すごいですよ、次変わるんで原さんと3回出たら変わる、次変わるんで、変わっても気づかないじゃない、そんなになんかあ、どうしたら多分大丈夫なんで私って決まってるのところでこの3人が誰かっていう設定なんですよね。いやいやいや、ピンクの T シャツ持ってるよね、うん、いや、ちゃんと洗ってお返ししました、うん、もう使わないと思って返しちゃったの、返しちゃいましたよ、もう、うん、次はどっちがですか、うん、もう原さんって来てますから名前書いといていいですよ、だって原ちゃんちょっとさ髪切って寄せたでしょ、寄せてないなんか前髪とか前分けてたのに、ね、なんか真似してきてる、真似してないから、あ、憧れてるでしょ、憧れてるやだ、実はめっちゃね、もっちーか、あの2位で終わったのを聞いたりちゃん、あのみひろさんか、あのみかさんかで変わって、うんうん、原さんと原田で似てる
のも見てみたいよねみたいな話してなかった。ああ並べたいみたいな。並べたい。同じ顔ね。モッチーとくぼみが似てるってこと？違う違う。違う。が言ってた。あ言ってたんだ。モッチーが言ってた。あそうなんだ。見てるって。あやっぱり仲がいいモッチーでも。原口さんもすごい毎回似てるって。うん、まあ、そんな話はね。まあいいんじゃないですか。楽屋でしてくださいよ。終わりですか？お時間ですよ。こんな話終わっちゃいますよ。似てるって話すいません、ね、ということで今週はここまでです。千葉テレビ東京 MX テレビが見られる方はぜひ真夜中のバカ騒ぎ見てくださいね。ということで以上真夜裏でした。バイバイ。